はい、こんにちは、空の海です。今日はですね、ハンドガードを交換していきたいと思います。今まではですね、空波の場合はこういうオープンエンドっていうのを使ってました。まあ、これを使ってたのには訳があるんですけど、まあ、今回はですね、クローズエンドっていうものに変更したいと、思います。はい、じゃあこちらに変えていきたいと思います。はい。はい。じゃあですね、とりあえず今までついてた、このハンドガードをまず取り外していきます。まあ、なんでですね、今まで、この、オープンエンドタイプを使って、いたかというとですね、やっぱり空波は、ね、下手くそなんで、まあ、ハンドルをですね、どうしてもハンドルの両端を重くしたくないと、いうのがですね、どうしても先に来てて、まあ今までこれを使ってたわけなんですけど、やっぱり安全性とか考えますとね、やっぱりクローズエンド、タイプを使いたいということですね。で、まあただしクローズエンドタイプですよね。あのジータとかの、ハンドアーマー、でしたっけ。はい。あれとかがやっぱり一番メジャーなんですかね。まあ安全性的にもあれが一番いいと思うんですけど、まあアルミでできてるんですけど、それでもね、やっぱり空波には重いんですね。で、つけるのにどうしても躊躇してしまっていたんですね。はい。まあそしたらですね、このグリップエンドを、まず切っていかないといけませんので、まあここをカッターで、落としていきます。まあちょっとね、中どうなってるかわからないんですけど、はい、ざっくりと切っていきます。はい、まず、クラッチ側はですね、何も詰まってないですね。このままいけそうです。ブレーキ側がどうでしょうかね。触ってみた感じ、ちょっとこっちは硬いですね。はい、どうでしょう。なんかキャップが詰まってる感じがありますね。はい、あ、やっぱりそうですね、なんか蓋が、はい、ありますね。まあ、ここはもうドリルで、穴を拡張していきましょう。はい、まあ、これしかないですね。外れそうにありませんのでね。はい、まあ、ギリギリですね、のところまで削る前に一旦ちょっと、はい、まずはですね、もう簡単につきそうなクラッチ側から、つけちゃいましょう。まあ、大体のね、取り付け位置をこれで、測っていきたいと思います。まあ、この辺でしょうね。はい。まあ、大体わかりました。で、まあ、一応ですね、最初は仮止め、押していきたいと思います。まあ、ここはね、後で、調節をすると思うので、まあ、緩めにね、つけておいた方がいいかなと。はい。じゃあ、ハンドガード組み立てていきましょう。はい。まあ、ここはね、もうおとなしく説明書を見ながら、組んでいきましょう。はい。これでいいですかね。これあれですね。エンドのネジを締めると、この口が開くんでしょうね。まあ、それで出てこないようにするという構造のようなものですね。はい。こんな感じでしょうか。そうですね、ここを回すともう先に開いちゃうとね、入んなくなっちゃうんで、ちょっとこれで入れましょうか。はい、入れてみます。はい、あ、バッチリ入りますね。はい、じゃあここも、仮止めをしておきましょう。ここもあれでしょうね、あんまり締めすぎちゃうと、上下に回らなくなっちゃうんで、ちょっと緩めにね、締めておきたいと思います。はい、こんな感じでしょうか。そしたらですね、クランプ側を、止めちゃいましょう。ここのネジはね、もう仮止めする必要ないと思うので、落っこっちゃいましたね。よいしょ。はい、ここはもう止めちゃいましょう。まああまりね、
緩んできても嫌なのでね。今回ですね、このハンドガードを選んだのは、重さ的にですね、非常に軽い、ということでした。まあ、それでほとんど今まで使ってたオープンエンドの、ハンドガードとですね、ほとんど重さ的に変わらない感じなんですね。はい、ちょっと高さを調節しておきましょうか。まあ、それでですね、まあ、材質的にはですね、樹脂です。で、大事な、硬い、樹脂とですね、芯の部分ですね。芯の部分には硬い樹脂。で、ハンドガードの、傘の部分には柔らかい樹脂。という形で二重構造になっているものですね。今回はこちらを、つけることにしました。はい。じゃあ、止めていきましょう。で、どうしてもですね、空波は下手くそなんで、ハンドリングがね、スポイルされるのはどうしてもね、嫌なんですね。ですので、できるだけ軽いもの、で、ある程度丈夫なもの、そして、クローズエンドタイプですね。はい。これを条件にね、探したところ、最終的に行き着いたのが、このハンドガードだったというとこですね。デザイン的にもね、結構、なんですかね、僕のトリッカーと、合うんじゃないかなということもありましてね。はい、今回はこれをつけました。ただね、点灯すると樹脂で、非常にこう柔軟でしなやかなんですね。結構ねじれるみたいですね、いろいろこう口コミを見ますと。安全性的にはね、どうしても、ハンドアーマーとかには劣ると思いますが、今までのタイプのものを使うよりかはね、幾分マシかなというふうに思います。はい、じゃあこう締めておきましょう。はい、じゃあ反対側もね、つけていきたいと思います。反対側もだいたい位置決めを、しておいてですね、ネジ落っこちゃいましたね。はい、こんなとこでしょうかね。じゃあここで、一度仮止め、をしておきたいと思います。で、先ほどと同じようにですね、部品を組み立てていきます。はい、ここはさっきやったとこなんでね、もう、説明書見る必要もないですね。はい。よいしょ。結構ここは硬いですね。よいしょ。多分ね、もうちょっと削らないと入らないでしょう。さっき一回削ったんですけどね、ほぼギリギリのとこまで、ドリルで削らないと多分入らないと思いますね。はい、じゃあ削っていきます。ほんとキリキリのとこまでですね、際のとこまで削っていかないとダメそうですね。はい、これでいいでしょうかね。よいしょ。はい、じゃあこれで入れていきます。入るか。お、 OK ですね。入ります。よし。どうしてもね、耐久性的にはアルミのね、ハンドアーマーにはね劣ると思いますね。ただね、やっぱりこのハンドルの両端にね、重たいものをつけるっていうのはどうしてもね、空波嫌なんですね。下手くそだからだと思うんですけど、友達知り合いのね、ツーセルとかにはこうついてるんですよ、ハンドアーマーがね。ですけどやっぱりね、重たいんですよね。ですのでね、どうしても自分のトリッカーに今まで、ハンドアーマーをつけるのがね、躊躇してたんですね。だからといってやっぱりオープンエンドタイプですとね、どうしてもこうハンドルの、グリップエンドがね、刺さったりね、
しますし、あと、まあ、キーとかとね、今まで、ハンドガードぶつけたりとかしてときに、まあ、今まではこう指とか詰めることもなかったんですけど、まあ、今後はね、どうなるかわからないので、できればこういうクローズエンドタイプに変えたいなと前々から思ってたんですけどね。まあ、ただどうしても重いということがあって、踏み切れずにいたんですけど、まあ、今回ね、このアチュルビスの、ラリー3っていうハンドガードを見つけてですね、まあ、これに、変えてみました。はい。まあ、比較的、扱いやすそうですね。はい、今まで気づかなかったんですけど、前のハンドガードでここ押さえてた、これねちょっと折れちゃってますね、爪が、クラッチのセンサーケーブル爪折れちゃってますね。これまた直さないかんですね。はい、じゃあひとまずですね、これで、まあ、ちょっとバーパッドがねこう短くなっちゃったんで、なんかこう切りたんぽみたいになっちゃったこれもちょっと変えないとダメだね。ちょっと無理やり今つけてますけどね。これもうちょっと短いのにしないかな。いい感じですね。はい、非常にぴったりですね。僕のトリッカーにこうバッチリ合う感じで、はい、ちょっとね、これで乗ってみようと思います。はい、ちょっとこれがバーパッドが本当にウインナーみたいだようん、いいですね。軽いです、軽いです。うん、これならいいと思います。はい、じゃあこれでね、しばらく、また、山を走りに行きたいなと思います。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。ハンドガード交換でした。はい、どうもありがとうございます。全て切り替え